はいどうも、今回はですね、僕たちシェルで生活しててですね、道の駅であったり、まあサービスエリア、パーキング、公園とかね、まあ車中泊、いろんな場所でしてるわけじゃないですか。まあそこでまあいろいろこう気になるところは、やっぱり音。やっぱ気になるよね。そうなんです。気になるんです。僕も気になってました。はい。まあ、一応耳栓買ったのよ。こう旅行く前に。外の。そう。もう寝られんかった。もう嫌やなと思って買ってんけど、どのようにして調べたらいいんかなと思ってたのよ。そしたら、コメントでね、なんかそういうデシベルを測るアプリがあると、コメントいただいたのがあって、ほう、そんなものがあるのかと。これは使ってみないとあかんな。っていうところでですね、携帯のね、アプリを使って、計測して、外の音が中にどれぐらい聞こえてるのかと、中の音が外にどれぐらい聞こえているのかを、そうですね。検証したいと。はい。思います。はい。そういうことでございます。どうしてもこう、うるさいとこやったら、とりあえずそのうるさいところを撮ってみて、どんだけの数値が出るんかとか、静かなとこやったら、その差とかね、をちょっと調べてみたいなと、思います。で、今回使うアプリがですね、まあ僕 iPhone 使ってるんですけど、デシベル X っていうね、アプリを使って検証してみたいなと、思います、使い方は簡単なんかな？アプリを開くだけです。しかもなんかその数字に合わせて、だいたいこれくらいっていう目安の、あ、そうものが書いてるから、分かりやすいよね。何デシベルから何デシベルは、だいたいこんなもんみたいな。車の音とか、なんかそういうのがわかるんで、まあ基準となるものがあるから、わかりやすいかなと、はい、思いますんで。はい、早速、やってみよう！じゃあ早速、調べてみたいと思います。結構静かなところの駐車場に来ました。まあ、たまに車が通る程度ですね。まあ駐車場やけど、撮っていきたいと思います。はい、ちょっと喋るとね、こう、数値が上がったりするんで、はい。ちょっとおとなしくしますね。まあ、大体ですね。43ぐらいかな。静かな時で43デシベルぐらいです。43っていうのは、ささやき声ぐらいでございますね。そしたら、シェルの中に入って、とりあえずこの状態で何デシベルあるか測ってみたいと思います。はい。シェルの中に入ってまいりました。今、窓閉めた、全部閉めた状態ね。まあ、寝る時の状態で行きたいと思います。はい。はい、では、早速調べてみます。今測りましたが、まあ喋るとこうね上がるんですけど、だいたい31とか2とかぐらいですね。10デシベルぐらい下がった状態になります。やっぱ静かになる、ね。全然静かになりますね。もう窓閉めてね。今ちょっと窓を開けてみましょうか。全開やね窓は。窓は全開でございます。まあ33とか。今まあ大して変わらない、ね。そんな変わらない。やっぱ静かになるよね。静かは静かね、開けとっても。で、30代ってことはもう、木々のざわめき音と。いう感じですね。で、僕がもうこう喋ると、大声での歌唱ぐらいの声に。だって大声やもん。歌唱。なるわけですね。僕の笑い声はもう車の音と同じと。そう、おじさん。いう感じですね。まあ、これこの携帯のね、マイクから拾ってるんで、音をね。で、それから、このデシベルが分かるようになってるんですけど、周波数が出るようになってて、意外とあれね、高音域ってそんな出てないもんやね。普段のこの音ってやると、もう、8キロとかぐらい行っても、もう16なんかいかへんし、まあ、俺らぐらいの年になったら、16キロヘルツなんてもう、ほぼ聞こえへん。雰囲気やね。ちょっとこう、いじって、あ、なんかちょっときらびやかになったぐらいの感じしか分からへんから、もう20キロなんか行ったら、もう聞こえへんからね。もう40代のおっさんは。
もう、でも変えても、だからそれこそ、いわゆるモスキートーンってやつです。あ、そうやね。若い子にしかわからない音になるんで、うんうん。はい。そんな感じですね。だからもう、こういう静かなとこやったら、うん、だいぶ快適に過ごせると思いますね。はい。はい。じゃあ、それではですね、僕がこのシェルの中で、これぐらい、もしくは、車の音ぐらいの大きさで喋って、外にどれぐらい漏れてるかっていうのを、ちょっとチェックしてみたいと思います。じゃあ、おまきに外に行ってもらって、デシベルを測ってもらうようにしますんで、うん、はい。僕の携帯と、うん、GoPro 持って、外で待機と、はい、いうことで、じゃあ、早速試してみたいと思います。はい。じゃあ、まず、隣の車の位置ぐらいで、45ぐらいかな。じゃあもう一台隣行ってみましょう。これぐらいね、2台隣から。さっきとあんま変わんないかな。一緒ぐらいですね、43とか。じゃあ窓近いから逆側行ってみます。向かい側、ちょうど向かい側のマスで。あ、もう体感では何も聞こえん。うん、やっぱ一緒ぐらいですね、42、3。体感やと窓の横に寄ったらちょっと聞こえるかな。オッケー。オッケー。はい。はーい、ということで場所を変えてですね、今度はうるさいバージョンで行ってみたいと思います。やっぱうるさいといえばもうこの音でなんとなくわかるかなと思うんやけど、高速のサービスエリアまでやってきました、うん。まあ、これで今日はちょっとね、ここで一日寝ようと思ってるんやけど、やっぱりトラックのアイドリングすごいやんか。そうね、車でかい分すごいもんね。そう、音も常にこうアイドリングの音が聞こえた状態で、どれぐらい音量差がさっきとあるんか、ちょっと比べてみたいと思います、うん。はい、じゃあ早速やってみましょう。はい、はい、じゃあ今から計測します。だいたい60とか、まあ、60ちょいとかやね。あ、やっぱ全然違うね。全然違う。だって明らかうるさいもん。まあね。やっぱりね、うん。まあ、今僕はちょっと喋ってるからこうガーッて上がってるけど、うんうん、これで中入ってどれぐらい静かになるかやね。なってるかやね。はい。じゃあそんな感じでこんな中に入ってどんなに静かになってるか試してみたいと思います。計測します。37とか、うん、20ぐらい下がってるのかな。めっちゃ下がってるね、うん。聞いた感じもね、うん、明らか違うから。そうね、うん。まあ、ちょっと外で音鳴ってるのは分かるけど、まあ、もちろん分かるけど、うん、そんななんかめっちゃうるさいとかってことじゃないよね。そうやね。じゃあ窓開けてみようか。はい、はい、あ、うるせえな。うん、それはね、明らかうるせえな。窓は、ね、当たり前か。窓とカーテンはでかいよ、やっぱり。じゃあ計測します。はい、47とかかな。ちょっと上がったね。まあ、やっぱ上がるね。10ぐらいはやっぱ、うん、閉めてる時は上がるけど、でも外よりかは、あ、全然な、うん、マシやとは思う。まあうるさいもうるさいよ、うん、やっぱこの計測してるやつとはちょっとやっぱこう、やっぱ耳で聞いた感じの方がうるさくは感じると思うわ。そうやね。 こいつじゃ拾ってないところも多分拾ってるから。そうやね、遠くの音とかは拾わへんと思うからね。だからさすがにね、まあ、そこまで詳細というか繊細ではないから、うんうんうん、こいつもまあ所詮アプリなんで、ね、iPhone のマイクやからね。そうそう、無料で落としたやつやから、うん。まあでも数字としては分かりやすいかなっていう気は、うん、そうやね、はい、します、はい。こんな結果になりました。はい、見ていただきました、はい。まあご覧のような結果になりましたが、うん、まあ、結構やっぱ数値がね、うん、はっきりこう出てて分かりやすかったんじゃないかなと思います、ね。
まあ、ただ一つ言えるのは、うん、やっぱこうどうしてもアプリやし、携帯のねマイク使ってるから、そうね、どうしてもこう自分たちでは聞こえてるけど携帯の方は拾ってないとかっていう部分で、うんうん、うるささというか、うんうん、そういう部分ではちょっと自分の耳との誤差はあるかもしれないね。あ、そうやね、うん、まあでもやっぱうるさいなと思ったとかうるさいし、うんうん、静かやなと思ったとかやっぱ静かやし、うん、っていう感じかなと思います。はい、はい、どうでした、やってみて。車よりやっぱりだいぶ遮断されてるなっていうのは。ああ、そうやね、シェルがね、うん、確かにそれは言えてるわ。なんか断熱材とか入っとって多分暑いからなのかな、うんうん、やっぱり遮られとって、そうや、ね、全然思ったより聞こえへんから。そうやね、ほんまにだから家みたいな感じよね、うん、まあだからやっぱ隣に車止まってたりとかするとね、うん、窓開けてたらやっぱ喋ってたらうるさいもし、ね、まあ、家と一緒や、うん、ほんまに、うん、な感じかなと思います、うん、そうね、車やったらどうしてもちょっと喋っただけでも外にめっちゃ聞こえるけど、だって鉄板だけだから ね、まあ、ね、でも中で普通にテレビとか見とっても、うん、例えばトイレ行った時とか、うん、別にそんな入るまでテレビついてるなんか分からへんぐらい聞こえへんし、うん、そこら辺は案外気にせんくていいかなと、ね、うん、もちろん夏とかでね窓開けとったら両方気になるかもしれへんけど、筒抜けやからさすがに開けてるから、うん、まあそんな感じですかね、はい、はい、まあこんな結果になりましたんで、はい、はい、まあこんなね、いろいろ検証をまたできたらなと思うんで、うん、もし気になることあれば僕たちが、まあ、できる範囲でね、そうやね、検証できることが、はい、あれば、あの、教えていただければ、はい、じゃんじゃんやっていきたいなと思います、はい、これからね、冬に向けて、あ、そうやね、その寒さとかもね、うんうん、ちょっと寒くなってきたらやりたいね。あ、そうですね、うん、間違いない間違いない、はい、まあ、寒さ対策ね、うん、果たしてそれで冬を越せれるのかというのをね、そうね、検証もしたいしね、うん、川中もんもあるからね。そうやね、うん、どうしても何にもなしでさすがに、ね、ちょっと辛いと思うからまあ俺はでも正直夏ほど全然心配してへん。そうね、うん、夏よりかは一酸化炭素だけちょっとやっぱ気ぃつけなあかんなと思う。そうやね、どっちかって言ってやっぱ締め切ることの方が多いから、うん、どうしてもね、うん、はい、今回の動画はどうだったでしょうか。動画以外にも旅の記録がですね、Twitter、Instagram で上がっておりますので、はい、はい、そちらの方もご覧くださいということで、はい、また次回お会いしましょう。さよなら。早速やってみよう。ダサいのとりあもうちょっといいやつ。うるさいな。パッと出てきたんがそれやったんや。